みなさんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回マイライフ実況16回目になりますぞい。16回目の今回は1年目クライマックスシリーズを実況していきましょう。前回の実況で公式戦の日程は全て終了したね。今季は打率は2割5分8厘、ホームラン19本、打点は37打点と、1年目がこのピーマンの名を世界に、まあ、そこまで規模は大きくないけどね。この日本にですね、轟かせましたよ。素晴らしい。ただこれシーズンで全く打てなければね、その評価は下がっていく一方になりますからね。ここでも打って、こいつは数字だけじゃなくてこういう場面でも打てる選手なんだなということを皆様に知ってもらいたい。よろしくお願いいたします。さて、巨人は今季リーグ3位だったので、まずはクライマックスシリーズファーストステージからなりますね。これをですね、広島に勝って、その後のファイナルステージも勝って、日本シリーズで日本一、最高じゃないですか。もし日本シリーズね、出場できることがあればですね、それは次回の実況でプレイしていきますのでね。おっしゃ、広島3連戦やっていこう。逆にここで負ければもうその時点で終了ですよ。6番絶好調。今日はちょっと他の野手陣が調子悪いからね、俺がその部分をカバーしていかないと。みんな期待してくれよな。俺はもう今日ホームラン5本打つ。嘘です、無理です、そんなのは絶対に無理です。ただノーヒットでは絶対に終わるつもりではない。絶対この3試合で1本以上は打つ。負けられない戦いが今まさに、そう、このマツダスタジアムにあるんです。あっちゃったんです。相手先発はジョンソン。ピーマン的には苦手な投手ですね。あまり打った記憶がない。んで巨人のベストオーダーはこんな感じで、ね、俺を4番で使っても何の文句も言われないっていうね。規定打席到達してないけどホームラン19本打ってますからな。さて、2アウトランナーなし。この場面で回ってきた。先制点。短期決戦だからね、1点でも早く援護してやりたい。先発は菅野だと思う。なかなかこれ点入りませんよ。1点取った方が勝ちな試合になるんじゃないかな。苦手なジョンソンから一撃あるか。おう、ツーボール。イエス、カットボール連投してくるね。で、全力だろ、最後。あ、最後もカットかい。わーお。1球くらい全力ストレート来るかなと思ってたら、ナメプ？全部カットでゴリ押ししていくスタイルってなんだ？チームは点が入らない。んで、相手にも点を与えてない。さて、2打席目。これは早く援護してやらないとまずいぞ。ほい、あー、うちもったいない。これもミッションアット。絶好調時の俺なら絶対にスタンドを運んでるわ。どうだ、試合はまだ動かない。8回の表3打席目、ノーアウトランナーなし。先頭バッターだな。ジョンソンも失点なければ菅野も失点なし。白熱の投手戦となってるね。もう野手いない方がいいんじゃないこれ。もう菅野とジョンソンで対決しろや。おお、わあ、追いつくんかい。いや、マジで ?4 打席目。うわ、まだゼロだ。ジョンソンほんで10回表投げに行くんかい。いいだけ出たんだけどね。まあ、ホスタンドまではいかないと思ったけど、センターオーバーはありかなと思ったんですが、とどそこまでも行ってなかった。無理無理、もジョンソンなんて打てない。どうだ、あー、さよならだ。マジでファーストステージ第一戦を落としてしまった。俺も打てず、もジョンソン3安打完封。これ見てよ、何もできなかったね。手も足もケツも出せなかった。うわ、山口が打たれてるし、あまり文句言えないね。これで二流ピッチャーが打たれてたら文句言いまくりますけど、シーズンで頑張って山口が打たれた。ならもうそれは仕方ないことだよ。うわ、やばいな。今日3安打打ったのも長野の1本。ほんで、相川のマルティンだね。ほんで、フォアボール1つで4出塁のみ。そら点入らんわな。いや、こちらの菅野。あ、今日の人は菅野じゃねえや。小山。え、ワッツ小山が抑えたの？すげえな。よく抑えられたね。菅野とジョンソンの投げ合いかなと思ったら全然違うかったわ。小山が9回までゼロ。10回山口が打たれて結果負けましたけど、ああ、かわいそう。ああ、かわいそう。そして俺も4の0。やべえわ、ファンの評価めっちゃ下がりまくっとる。あいつやっぱ数字だけの人間だって言われてるで、本当に大事な場面で打たないやつだって言われてる。もう噂立ってる。嘘だろ、次負けたらみんなもう終わりだぜ、1年目。
これが1年目最後の実況になるかもしれないね。さて2戦目負けたら終わりの戦いです。勝てば3試合目があります。そして3試合目で勝った方がファイナルステージへ行くことができるんだけど、この調子だと今日絶対点入らないんで、もう僕が打つしかないよね。ああ打ちましょう。もうホームラン以外の得点は今日はありえんと思うぞ。まあでもジョンソンではないからね、男気。まあ男気防御率ランキングではリーグ3位に入ってますからね。2.38 素晴らしい防御率だよ。ここでの盗塁はセーフ、ナイス。さて得点圏、ワンアウトランナー二塁。先制の場面だ俺 VS 男気。あーあー、はい、クソ、もういい、もう出さなくていい。代打をくれ、代打をくれ。あ、チーム1点入った、よかったよかった。男気から先制点だ。ただ俺はもう出さない方がいいと思うよ。何もしてないじゃん。打てばお前キャッチャーフライかい。死んでまえバカタレ。役立たずにも程があるぞ。こういう短期決戦で打てる男になりてえっつってんのに俺は。まあでもここでの追加点のホームラン入れたらね、評価はまたうなぎ登り上がっていくはずだ。出る気配もないけどもよ。おお、レッツゴー、男木からのホームラン。これは今季初というかマイライフ初めて、なんとスタンドにぶち込んだ有言実行ですよ。貴重な追加点、ソロホームランでございます。 CS 初ホームランだこれ。まあ出場してんのも初だからね。初安打が、CS 初安打が初ホームランね。いいぞ、チームはこのまま逃げ切れ。2-0。もう俺今日仕事やったから打たないなんてことは言わないからね。アホか。終わってねえよ。まだね、わからない。中継ぎ陣がやっぱ山口打たれてましたからね。怖いんで。先発はね、2戦連続いい投球をしてるんで、絶対勝たしてあげたいわ。おー、ほほほ。ミノさんかなと思ったんだけどね。おお、オーマイガー、わあ、これいけないのか。いっとわー、2打席連続ホームラン性の打球、いったかなと思ったんだけどね、いってなかったのかい。でチーム3対1、2点差で勝ってる。2打席連続ホームランはなしだ。しかしマルティンヒット、 CS 初のシングルだね。ワンツワン、オーマイガー、はい、いただきました。1試合2本。負けられない場面でのこのソロホームランでまた追加点。点差は3点ですよ。これがダメ押しの1点になるんじゃないですか。間違いないでしょう。大暴れですよ。誰だ、俺をゴミと言ったやつは。俺はゴミじゃねえ。短期決戦でも打つ男だ。1戦目あれ幻ですよ。俺じゃない、俺が出ちまった試合だったね。知らない、あれ。いや絶好調だね。このホームランのうち1本が前回の実況で出ててくれたら今季20号。もう今回あーっと飛ば、これもやばいぞ。しかしファールか。あ、いい打球だ、取るんかい。今かなり失投だったからね。1試合3本あったぞ可能性としては。え、俺じゃないの本日のヒーロー、マイコラスかい。マジで、まあいいや、マイコラスでも無失点で抑えたからね。無失点かな、1失点やったかな。あ、1失点やってるね。ほんで CS 第1号に続き第2号も出ました。まあどちらともソロホームランですけど、出てる場面がいいよね。まず4回のホームランがまずソロホームランで、これは追加点の2点目。ほんで8回にも1本出ました。チームは3対1だったの、2点差だったよね。2点差の場面で俺が打って3点差、これがダメ押し点となってチームは勝利ですからね。誠のヒーローは俺ですよ。グッバイ男木、横浜じゃない広島を勝たすためにやってきたのね。あんたのせいで負けたよ。まあ、ルーキーに打たれてさぞ悔しいでしょうね。今季男気はもう引退するんじゃない、燃え尽き症候群ですよ、こんなもん。まあ、シーズンの成績圧倒的にね、すごいものを叩き出したので、いつ引退してももうレジェンド。もうレジェンドになってますけどね。引退しても結構だ。2年目、俺と戦うときは後悔することになるかもしれないね。さーて、クライマックスシリーズファーストステージも残るは1戦となりました。ここで勝てば、次のね、ファイナルステージへ出場することもできますが、負けたら終わり。みんな覚えておけ。勝つしかない。先に進むためにはね、進むためには。3戦目行きましょう。今日の先発はポルダーと福井との投げ合い。
投手戦になることはないね。ジョンソン、黒田、まあ、黒田は打ちましたけど、まあ、この二人はね、投手戦になっても仕方はないけど、まあ、福井ちゃんにはね、かといってこちらのポレダもね、そこまで期待できないので。さて、最終戦。どっちが行くも決まってんだろ、お前。もう読売ジャイアンツですよ。ジャイアンツ以外行くわけねえだろ、お前。カープが行ってどうすんだよ。試合観戦しに行くのかな？チケット買ってよ。ちゃんとね。オーマイガー、オーマイガー、危ない危ない危ない。こんな球打って初球凡退なんてクソみたいなことはやらん。CS 大活躍。3戦目は俺がヒーローになる。おい、いただきましたー。いけない、恥ずかしい、あはは、恥ずかしい、言ってねえじゃん。言ってねえじゃん。言ったんじゃないの？まあいいや、それから3点入りましたからね。よーし、もうこれ勝ちだろ。これ来たね、みんなありがとうございますよ。またホームラン戦の打球が出ました。ツーベースヒットからのチマ3点。これだけの援護があればね、うちの投手陣でも、いけると思う。まあでもポレダだからな。ちょっと不安定なところがあるんで、そこが怖いよな。投げました。見送ってボール。バッターよく見ました。カウントは3ボール2ストライク。投げた。わあ、フォアボール。レッツゴー。2出塁。また追加点。そしてワンアウトランナー1塁3塁の得点圏でございますよ。来た来た来た。チームは 5-0。 福井君やらかしたね。もう明日から、いや今日の夜から広島歩けないよ、お前も。大好きなお好み焼き食べれないよ。好きなのかどうか知らんけど。おい、また逃げんのかてめえ。おいおいおい、ああ、ここが入れてくるよね。さて、フルカウント。うわ、最後までフォッカイ。最後ストレート待ちだったんだけどね。よしよしよし、犠牲フライだ。なんだ、1、3塁でしたね。申し訳ない。1、え、1、3塁。まあいいや、犠牲フライで、はい、オッケー、打点つき。俺勘違いしてたね。1、2塁かと思ってたんだけど、1、3塁でしたね。今日はまだ一度も凡退してないよ。いいね。チームの先制点の得点にも絡んで打点も上げて。いや、誠のヒーローは俺ですよ。2戦連続ね。本当のヒーローをファン投票で決めるならば俺ですよ。俺以外に投票する価値なしですわ。あー、ただここで初めての凡退か。まあでももうチームは勝ち確実ですね。もうここで打つ必要性というのはないですから、次のファイナルステージに残しておきましょう。打つ気をね。あの、打つ気をね、使っちゃうとね、打てなくなるから。打つ気ゲージ今目いっぱい溜まってますけどね。まあちょっとでも消費したくないので、皆さんには見えてないけどね、俺の心の中にあるものだから、ごめんね。心の中まではキャプチャーできないからね。あら、うん、もういい、ミノさんでいい。バット振ると打つ気が下がるからね。はい、チームは7対3で無事勝利。1戦目負けた時はどうなることかと思ったんですけどね、これでファイナルステージ行きが決定でございます。引き続きやっていこうよ。ほぉー、ナイス。広島を下したで、グーバイ広島。来年また頑張れ。マイケンも男気も言えけどよ。ジョンソンも下手したらいなくなるかもしれないけどよ。頑張れ。どうやって優勝するんだ。新井さんもいなくなるかもしれない。エルドレッドももしかしたら引退するかもしれない。いろいろといなくなるけど頑張れ。頑張るべきだ。セリーグは巨人がクライマックスシリーズファーストステージを勝ち抜きました。パリーグはどうなんだろうね。あ、パリーグ。ソフトバンクがね、はい、今季ソフトバンクはリーグ優勝ではないですからね。今季はどこだっけ、オリックス、いや、西武だっけ、どっちだっけ。あ、あ、あ、ちょっと俺の勘違い。ちょっとパリーグの順位表を見ていこう。どこが優勝したんだっけな、順位表で。あ、オリックスですね。現実とは真逆なことやってますけどね。オリックスなんて一番ドベになってもおかしくないぐらいですからね。ポンタもさぞ嬉しいことでしょう。で、ファイナルステージは今季のセリーグの覇者。ヤクルトとの戦いですよ。長い戦いになります。そして相手はリーグ優勝してるので一勝分のアドバンテージあるからね。負けてる状況から一試合目が始まるわけよ。それをどう気持ちを切り替えていくかだね。うん。気合は十分、打つ気も十分ですから。あのミノさんはね、いいミノさんだったよ。あそこでもう打つ価値はないですから。さて、ヤクルト戦やっていきましょう、一試合目。ここで勝ってまず勝率を5分に戻す。1勝1敗ね。先ほども言った通りアドバンテージの1勝分がもうヤクルトにはついてるのでね。ずるいよね。ただでさえ強いのに。
俺たちがもらわないとダメだよ。俺たちを日本シリーズに連れて行ってくれ。どうせお前去年みたいにソフトバンクと戦ってもボコボコにされるだけなんだからね。セリーグ代表として恥ずかしい試合をしないためにもジャイアンツ譲るんだ、そのポジションを。ナイス！中のいきなり先制点、ただ1点なんてないようなもん。うん、ヤクルト戦でもう1点差なんて、むしろ若干こっちが負けてるみたいなもんですからね。勝ってるのに負けてる、おかしなことやってますよ。もう考えない方がいいね。1点あるからいいや、みたいな。ダメダメ、もっと入れていかないと。あー、完全なる打ち損じ。ダメだ。さてどうだ。おー、2打席目もう1点入ったんじゃない。イエス、チーマン 2-0、 ナイス。投げてるピッチャーおそらく菅野かな。ちょっと確認させてくれ。今日は菅野ですね。はい、これぞエースですよ。3回までヤクルトを完璧に抑え込んでる。投手の頑張りに大も思えないとね。まだ2打席目だがヒットは出てない。おー、芯で捉えたが真正面か、飛んだとこが悪かった。2アウトランナー2塁、6回の表まではチーム 2-0。 そしてファイナルステージ初めての得点圏だ。坂本の総力ならシングルで帰れるぞ。結構重要な場面よこれ。ほい、どうだ、バレーに取るな。あー、うちー、くそー、もっと長すぎておけばね、レフトポール際まで持っていけたらよかったんだけど。さて4打席目、チーマどうだ。1点差か、ヤクルト2点取ってるね。さすがの菅野でも無失点ではいけなかったか。さっきも言ったけど1点差なんてないようなものだから、ここでの俺の一発はないのか。今日ノーヒット。どうだ、うーわー、もうマジかよ、なんで取れるの。あー、ただチーマ3対2で無事勝利だ。菅野6回失点に抑え勝利投手だね。これで勝率を5分に戻しました。1勝1敗で第2戦目入るわけよね。いや、クルーズに阿部、どちらもソロホームランですけど素晴らしい。最後沢村よく締めてくれたね。いや、怖かったよ。沢村のことだからやらかすんじゃないかなと思ったんだけどね、やらかしたのは俺だったわ。 4-0、 そうだよね、あのチャンスで打ってほしかった、わかるよ。もっと流せとければバレンティン取れないとこ落ちてたんだけどね。そしてタイムリーだよ。ただこれ広島戦と全く同じ流れですからね。1戦目全く打てず、2戦目3戦目で打ちまくった。あのピーマンを思い出してくれ。10分前、5分前の俺を思い出せ。大丈夫だ。そんなね、5分で人は変化しませんからね。あの俺は今もまだここにいて、ここで喋り続けている。そういうことですよ。打てますね。打てますね。気合は十分ですよ。コントローラーからも謎のオーラが出てるような感じがするね。さて行こう。雨が降っている。この第2戦目、勝つか負けるか非常に重要な試合になりますね。勝てば勝ち越し。負ければ再び負け越しになりますからね。1勝2敗になるか、2勝1敗になるか、どっちかですよ。ここでは活躍したいとこだ。ファイナルステージ。まだヒットは1本持ってない。変に見すぎてるのかもしれないね。積極的に行くことも大切だな。追い込まれてから何もできてないんだ俺は。ちょっと積極的に行くわ、2試合目は。あー、もうなんだよ、またピッチャーゴロかよ。これでファイナルステージ2試合連続初打席投手ゴロっていうね。3試合目も打ったら、もうそれなんか悪いもん取り付いてるわ。ピッチャーゴロのなんか悪霊みたいなの取り付いてるね。なんで毎回初打席に行くんだよっていう話だけどね。一気にやる気下がるんだけど。うーわ、インハイストレートやられたわ。うーわ、そしてチームは1対3、 2点差か。やべえ、6番に入っておきながら何もできてねえよ。まあ、6番に入ってる割には今日得点圏ないけどね。前のやつも打ててないんでしょう。そして俺も打てない。どうしろと。うわ、やっべ。俺やっべ。俺くっそ。監督の評価下げまくってますよ、俺。4打席目、9回の音、ワンアウト、ランナーなし、チームは2点差。次につなぐ。俺は必ずな。まあ、ワンアウトなので、もちろん次もありますけどね。そういう意味の次のつなぐじゃないぞ。勝利を次につなぐという意味だよ。なら打たないと。ナイス、これ山田でも取れない。ナイスヒット。ファイナルステージ初ヒット、この場面で出た。さてどうだ。はい、終わり。あっさり終わった。なんじゃこれ。
何俺のヒットなかったことにされたんですけど、これなら打たなかった方がいいね。マジかよ、信じられない。ちょっと待って、即終わったのはなんでだ。うわ、長野が月打ったんだ。そら終わるわ、お前村田じゃねえんだからさ、やめろやねえ。一瞬にして終わったもんね。まあ、とりあえずファイナルステージ初ヒットが出てくれましたが、チームは負けて、これで再びまた負け越しですね。2勝1敗にすることはできず、1勝2敗。これはまずいぞ。ほんで、この日本シリーズ、じゃない、日本シリーズに行くためにはファイナルステージは先に4勝した方が勝ちですからね。さて、第3戦目。ここで負ければ相手にリーチがかかる。そしてこっちが勝てば再び勝率を五分に戻すわけだ。どうだろうかな。菅野だから勝てたのかな、1戦目。菅野以外では抑えられないのかな。いや、とにかく俺も打つよ。あんなどうでもいい場面で1安打打ってもしゃあないわ。うわ、チームはいきなり先制点を与えている。誰だよ今日のピッチャー。ふざけんなよ、マイコラスじゃねえかてめえ、ふざけやがって。しっかりしろ。ほんで打てないし、よかった、3試合連続で投手ゴロ打たなくて。ワンアウトランナー一塁三塁、きたー、得点圏、カモン。で、チームは1対2ね、同点の場面だな、これは。いや、もうこれは最低限していこうよ。試合を振り出しにね。どうだ、はい、オッケー、レフト前ヒット、うまいね。誰もいないとこ打ったよ。もしも、ショートの選手が定位置守ってたら、このヒットはなかっただろうね。で、チームは3対2、逆転したー。お、石山、スタミナが切れてるね。これ甘いコース来ますよ。嫉妬あるぞ。スタンドぶち込もうぜ。はい、何をしとる。山田にボールをパスする男。うん、一生その仕事でいいや。それで高いお金もらえるんならね。4打席目。千葉4対2、2点差。さてどうだ。第3戦目、今のところは勝てている。まあ、このままいけばこれが最終打席になるでしょうね。うわー、ちょー、ミスター、最悪。今のは結構甘かったぞ。あー、もうダメだ、もう腹立つわ。頼む、チームは勝ってくれ。まあ、今日タイムリー打ってるからいいや。おー、ナイス、最終回でも1点入れて、チームは5対2。これに日本シリーズ2勝目で、対戦成績は2勝2敗ですね。日本賞、じゃないね。クライマックスシリーズ、ファイナルステージね。ファイナルステージ自体の勝ち数で言えば、こっちの方が上ですからね。試合での勝ちは。相手アドバンテージ入れて2勝ですから。よし、勝率を5分で、ハイデンリーチをかけさせなかったね。うん。1安打。ファイナルステージ初打点をこの試合で上げることができたけどね。素晴らしいよ。もう最低犠牲フライでいいかなと思ってたんだけどね。その最低を上回る、レフトへのシングル。うまいわ。俺うまいわ。ほんでホームラン打てるからね。俺やばいわ。褒めまくる男、自分を、気持ち悪いわ。さて、第4戦目。勝てばこっちがリーチ、負ければ相手にリーチです。状況としては、もう勝率が5分になっただけだからね。この3、ファイナルステージはまだ一度も勝ち越したという場面はないですからね。第4戦目行こうよ。ここまで勝ってきたんだからいける。チームはいきなり先制点。ナイス、早い、素晴らしい。ナルセからおそらく誰かがソロホームラン打ったんでしょうね。大体わかるわ。俺もじゃあその勢いに乗って2点目行こうかな。おおほほほほ、激甘の球だけどね。ちょっとまさかこんな初回から甘い球来ると思ってなかったんでね、油断した。あら、チームは逆転されたね。1対2。まあでも、ナルセだったら点入らな、え？防御率 2.61 か。無理だな。あれ？めっちゃいいんですけど。この男、全盛期、来てない？来たよね。これは、久々見る全盛期のナルセさんだ。もう見ることないと思ってたけどね。うわ、見てもよかったかもしれない、あの外に逃げるスライダー。7回まで1点差、1点を追いつけず同点の状況が続くね。2アウトランナーなし、ここでのソロで同点をしよう。もうどこ振ってる、全然ちげえわ。うわー、逆方向同点ホームラン、ね、
CS3 本目、3本すべてがソロホームラン。なんだかこの重要な場面で出た。ナイス逆方向ですよ。試合を振り出しに戻したぞ。ハンディチームはまた同点ですね。3対3。なんでサルゲン1点取られてるの ?9 回どうだ、ここで打てば勝ち越し。そしてそれで勝利なら。日本シリーズへリーチをかけたソロホームランとなるね。ここで出ればね。はぁ、緩い球やられた。頼む、とりあえず。点を取って打たれるなよ。どうだ。おぉ、チーム1点入った。ナイスナイスナイス。延長10回の表、5打席目が来ましたが、チームは4対3で勝ってますね。アダーもピッチャーが抑えるだけなんですけど、やっぱ信用ならない投手陣なんで、ここで俺が追加点を入れていくよね。無理でした。ごめんなさい。うん。信用します、ピッチャー陣はね。俺のことは信用しないでくれ。頼んだぞ、11回、裏。クルーズのソロホームランなのかな？多分そうだね。よーし、ナイス。これで日本シリーズへリーチをかけました。ファイナルステージ3勝2敗。いや、クルーズよく打ってくれたよ。俺も今日ホームラン出たけどさ、誠のヒーローはクルーズだね。素晴らしい。ナイス。西武の西村もね、よく抑えた。プレッシャーのある場面だったと思う。俺がもしピッチャーならもう、一球もストライクが入らないレベルで手震えてると思うんだけどね。よくやった。そして俺もよくやったよ。5打数の1安打。まあ、このファイナルステージ、クライマックスシリーズ自体の打率は低いと思うけどね。ホームラン出てるし、打点も上げてるからね。十分に評価されるでしょう。さて、次、このヤクルト戦、第5戦目。勝てば日本シリーズ行きが決定。負ければまた勝率5分に戻され。そしてヤクルトにもリーチがかかるわけよね。決めましょうよ。やろう、この勢いで行こうよ。この流れで負けたら本当にもう何も信じられないし、何も信じようと思わないし、何もできねえし、やめちまおうかなと思うけどね。明日の試合放棄してみんなでどっか出かけようかな。そうしよう、そうしよう、そうしよう。ディズニーランドあたり行きますわ。さて、決めるぜ、第5戦目。雨が降ってる、関係ないね。チマ先生でナイス。ピッチャー原ジェリー、なんでそんなルーキーをこの大事な大事な第5戦目で使ってくるかな。ボコボコにされたいのかな。いいでしょう。ボコボコにしたろうやないか。防御率はいいけどね、 2.86 普通にいいわ。普通にいいわというかめっちゃいいわ。ボールっしょ。何取ってんの、そこボールじゃん思いっきし。あ、これはイエース。山田取れない。クソったるがバカが、この無能審判が。ボールをストライクって言うな。イエス、そんな俺得点に絡んだね。2回1点入ったよ。トゥーアウトランナー1塁3塁、カモン、レディゴー。どうだ、盗塁は。あ、危ないタイミングだな、お前。で、これで2塁3塁になったんだ。無茶はしないでくれよ。そんなことしなくても俺が返してやるよ。おー、ボール弾いてる。カモカモカモ、どうだ、アウトかー。うわぁ、もっとボールちょっと脇に逸れてくれよ。これがヤクルトだわ、もう。何してんの？一気に逆転、3回に一挙4得点だぜ。いや、なんかヤクルトらしさが出てなかったんだよね、この打線の威力が。なんか、不発に終わってるなって思ったら、ここで大爆発かい。まだ終わったわけじゃないですけど、負けた状況になりましたな。よし、ナイスヒット、イエース。本日2安打。で、これがまた得点に絡めたらいいんだけどね。おー、ナイスか。ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。こっちも1点、3得点で逆転。5対4。俺の1投、俺のヒットから繋いだこの5点目ですよ。うわ、やべえわ、今日の試合。どっちが勝つんだ。もうどっちが勝つかわからないからね。とりあえず俺はもう、俺のできることをやるだけですよ。これで負けたらショックだわね。ほい！センターオーバー！センターオーバー！レディゴー！レディゴー！あー、もう腹立つわ。超えろや！なんで超えねえんだよ。頼むぞ、踏ん張れよ、中継ぎ。最後、あ、5打席目来たね。ほんで、また1点入ったわ。これで2点差。ただ2点だとまだ怖いからな。
ヤクルトに2点差なんてないようなもの、もうそう考えよう。俺が追加点のホームラン打つ、絶対打つ、絶対打つ、絶対打つ、本当に打つ、リアルガチに打つ。はい、オッケー、ホームランじゃないけどね。まあでも俺がヒット打てば全部それが得点絡んでるからね、このファイナルステージは。ほらほらほら、またで、イエーイ、レッツゴー。はい、見て見て見て、俺見て見て、なんかすんごい跳ねてるね。いや、タイミングずれてる今ジャンプのタイミング思いっきりずれてたよ。もっと俺主人公なんだからさ、前に出してきてよ。結構後ろにいるな。なんか上からずれてる、外れてるように見えるな。はい、ファイナルステージを制しました。まあこのリーグ戦ではね、ヤクルトにしてやられましたから、このファイナルステージでこれをやれたというのは非常に大きいよ。めっちゃみんな笑顔、俺以外笑ってなくて、いや笑ってるね、最高ですよ。さて高橋監督、就任1年目からこれだからね、リーグ優勝はできなかったが、日本シリーズに連れて行ったら、もう巨人ファン大満足でしょう。チームは7対4、もう3回に一挙4得点取られた時はどうなるんだこれ。誰が打たれたの。あ、ボレーだだ、やらかしたね、あんた。2回3分の2で4失点、あの回ですね。ボコボコにやられてる短期決戦でこんな先発ピッチャーが早く降りるなんて、絶対にやっちゃダメなことだけどね。よく中継ぎが踏ん張ってくれたよ。他の中継ぎで全部ゼロですからね。結果この4点のみで抑えましたから。ほんで、6回の3点だよな。6回の3点ってどこだ？あ、これだね。クルーズがまずセカンドゴロで凡退して、俺がヒットで出塁。で、阿部もフォアボールで出塁で、次の橋本がサードゴロでアウト。これで2アウトだよね。この流れがどうなったんだ？代打の長野がヒット。ヒットで？次、仮面フォアボール、脇屋のタイムリーヒット。で、2点だ。ほんで3点入ったんだね。わーお、やべえ。ほんで最後、猛打賞だからね。ここまでホームランとか打点を上げてたけどね、ヒットがなかなか出なくて打率が低かったんだけど、一気に上げれたぜ。はい、ヤクルトファンの皆さんごめんなさいね。巨人は強い。日本シリーズ行きを決めさせていただきました。さて、パリーグはどうなるかだよね。どこの球団との戦いになるか。まあ、どこでもいいけどね。お、なんだ？あ、ババアじゃねえか。またクッキー持ってきたのか。そんな甘いもの好きでもないからね。虫歯にさせようとしてるな。ノー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 、虫歯なっちゃ打てないからね。日本シリーズは、10月の22日から始まりますな。いやいや、どうでしょうか皆さん、このクライマックスシリーズ。俺は活躍できたと思うかな。いや、できまくりでしょ、ほんと。何本ホームラン打ったんだよ。うわ、ソフトバンクホークスが上がってきただよね。はい。日本シリーズは、どちらも、まあ、強豪球団との戦いだね。まあ、今、巨人は若干弱体化してですね、圧倒的な時代ではないですけど、昔の巨人は本当圧倒的で、セリーグの優勝はもう、シーズン前から決まってるようなもんでしたけどね。今はそれがパリーグのソフトバンクになってますからね。パリーグの優勝ももう今はソフトバンクでしょう。シーズン始まる前からそんなこと出てますよね。その強豪球団同士の戦い、いやいや、かなりいいよ。ほんでどちらとも今季はリーグ2位だからね。どっちもリーグ優勝はできてないんだよ。あ、おい、こっちはリーグ3位だ。リーグ2位じゃないね。ソフトバンクはリーグ2位だけど、こっちはリーグ3位ですからね。リーグ優勝はどちらともできてないチームなんですが、お、4勝2本2勝で巨人が日本一。 ありがたいね。いや、理由は言えや。おっとって無能すぎるだろ、お前。誰だよ、これ。なんて言うの、これ。タイムキーパーって言うの、放送の時、時間計るのね。何時間なくなるんだよ。何分のニュースだよ。何分間の番組だよね。無能も無能だわ。はい。日本シリーズね。イエーイ。わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思いますよ。今回はリーグ3位だったので、ファーストステージからのステージ、スタートだったんですけどね。ファーストステージで広島を破り、そして、ファイナルステージでヤクルトを破り、日本シリーズにね、行くことができました。次回の実況が1年目シーズン最後の実況になります。締めくくりのね、動画でしっかりと結果を残してですね、日本一の座を我が巨人軍が掴みたいと思いますのでね、次回の実況はいつも以上に楽しみにしてですね、見てくださると嬉しいでございます。 OK、 じゃあ次回の実況でまた会いましょう。グググ、グッバイ。